まず、壁とか、こういう窓枠ですね、そういうところに、手をついていただいて、まあ、こう手をついていただくとか、こんなふうに手をつくとかしまして、ほんの半歩だけ後ろに足をずらして、それで足踏みをしていただきます。足踏みはこんなふうにします。ごく普通の速度で歩いているような足踏みで結構です。この足踏みを、まあ、1分でも2分でも3分でも4分でもやっていただきましたら、足の先の方から血流が良くなりまして、どん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 体が温かくなってきます。ごく普通の歩き方をしていただいているよりは、ずっと血流が良くなりますので、お試しください。こうして1分、2分、3分と歩いていただきますと、雨の日でも室内でウォーキングは楽しんでいただけます。それに、まず、パソコンの仕事、事務仕事などで、肩が凝ったりした時なんかは、こうして、窓枠とか壁とかに捕まって少し足踏みしていただくと肩こりがすっきり楽になります。ちょうど年末の運動不足解消に、まあ、重きを歩くのはどうも気が引けるという方に関しまして、お家の中でこうしてやっていただいたら、まずテレビを見ながらでも十分ウォーキングが楽しんでいただけます。まあ、こうしてね、窓を見たままとか壁に向かったままで歩くっていうのは、2分も3分も4分も5分も10分も歩くというのは相当辛いですけど、まあ、こうしてテレビ見ながら、もう横目でテレビ見ながら、テレビの音を聞きながら、ラジオの音を聞きながら、CD をかけながら、曲の最後まで、ウォーキングしていただいたら、3分、5分ぐらいの時間でしたら、あっという間だと思います。で、やるのは、たったこれだけですので、まあ、皆さん方、年末の運動不足解消に、年末年始もね、運動不足、食べ過ぎ解消に、食べ過ぎの胃もたれとか胃の症状の改善にこれをお試しください。